はい月清水です今日はですね、菅義偉さん、ね、えー、元首相が、えー、国葬で読んだ、ね、えー、残された安倍氏の読みかけの本、そこには、点々点、菅前首相追悼の字で引用されたですね、この、えー、岡義武さん、山形有友、明治日本の象徴、ここにですね、 語りあして、尽くしし人は先立ちぬ、今より後の世をいかにせむというですね、伊藤博文さんがですね安住婚に暗殺された後にですね、山形有朋が読んだ、これをね、えー、この本をですね、ひとつき万冊はなんと読書番組なんでね、私ちゃんと読みましたということでですね<ー>、えー、これを読んだらですね、えー、菅さん、もしこれ読んでやったんだったらめっちゃ性格悪いんですけどっていうあの部分が結構あってですね、これはちょっと。 本間さん、本間さん、とってくん、ちょっと話に付き合ってくださいよ、ということでですね。ええー、本間さんにお付き合いいただいて、えー、読書番組としてお送りしたいと思います。菅さん、もし本当にこれ読んでやったんだったら、<laughs> あまりにも性格が陰険、すがりん再来ということで、もしおまずにやったんだったら、教養なさすぎてビビるわーっていう、そういう話でございます。本間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 はいえー、ちなみに、ですね一月万冊でアンケートを取ってみました、このああ、ね、山形有朋この本、読んだことありますかっていう本、えー、これ、ですねない78%、昨日う知ったけど読んでない11%、昔読んだ気がするけど忘れた1%で、まあ、ほとんど読んでない人が90何%。うーんという状態で,で、えー、読んだ菅義偉の、えー、真意を考えると、戦慄するっていう質問項目見えたんですけど、それは4%だけました。4 うん、はい、えー、でそういうわけでですねこの本についてですね早速読んだ部分をですね、えー、いろいろと紹介していきたいというふうに思いますまずですねこの本何個かポイントがあるんですよまず、うん、この本はですね山形有朋について書いた本ちゃんとですね山形有朋のお葬式に関しても触れておりますねでそれがですねどういうものだったのか についいてても触れているんですよねでかつあのそれはですね「国葬、ねえー」というふうにこう紹介されております。うーん山形はい。ね、山形有朋の国葬。でそれはですね「大変寂しいものだった」っていうふうに書いてあるわけですよ。つまりあんまり、えー、尊敬されておりません。 あんんままりり尊敬されておりません、ね、でその次に、えー、このね何、えー、というふうにその国葬の部分を占めているかというとですね、えー、彼は山形有友ですね終始民衆から有利したところの存在であった彼から見捨てられていた民衆はそれゆえまた彼を見捨てていたそして彼の死に対しても冷ややかであり無関心であったのである。 こういうふうに書かれている本をよりにもよって国葬の時に引用するとはおい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 誰かあれじゃんないか秘書がさ菅先生あこういうこんな本があるんですけどって、うん、持ってきて、うん、菅さんが「あいいね」いいねいいね」いいねうん、うん、ところで山形って誰 <laughs> いやいや確かにそれはない それはない。山田家の人<や>近所だぞ。来たのとかってそれはないでしょう。それはないか。それはない。いや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 。ああ、だ <laughs> じあ。じゃあ、ところでこの伊藤博文って誰？初代大閣総理大臣ですよ。あ、そう。初代内閣総理大臣ですよ。さ <laughs> すが <laughs> <laughs> にねえか、それは。それはない。いくらなんでもないか。 はい、えー、でですねあの菅さんが引用されたという部分「語りあしてつくりし」えー「語りあしてつくしし人は先立ちぬ今より後の世をいかにせむ」ねまあいかにせむっていうのはどうしたらいいんかなっていうことですよ、まあ。要するに伊藤博文がですねあのー、まあ残念ながらですね、えー、安純婚という人にですねこうパーンってこう打たれたわけですよ。ね。 えー、韓国でで、ねえー、総督をやっていた時にです、ね、こう打たれたに打れわけですでもうちょっとで帰ってこれるところだったんですよ伊藤博文さんは。ね老年の伊藤博文がずっと韓国の地にいるのはかわいそうだ戻してあげようよというふうに言っていた矢先にドーンでそれを知って山形有朋はええー、ってびっくりするわけですよ。でその時にこの読んだのが、えー、菅さんが引用した部分でございます。 うんただしその次にですねこう書いてあるわけですよ。なんて書いてあるか読みますね。語りりして人は先立ちぬ今より後の世をいかにせむこれは伊藤の死を悼んだ、えー、彼の歌である彼はまた身近な人々に伊藤という人間はどこまでも幸運な人間だった師匠を得た点においては自分は無人として羨ましくと思うとも十回したあれ つまりこれ、どういうことかっていうとですね、あ伊藤、亡くなったんだ、うんうん、彼は無人として、いい死に場所を見つけた、ラッキーだったねって言ってるわけですよ。うん、えそれをあの、韓国では亡くなってないんだけども、韓国の、えー、発祥のカルトの、えー、宗教二世被害者の山上容疑者にズドーンって撃たれた、安倍さんの時にその部分を読むというのは、ちょっと、これは。 えー、だから読んでないのじゃあ、の、いや、100万本ゆで菅さんが読んでないとしましょう。ねちなみに、菅さん、私、国会でですね発言を検索しました。ね、うんえー、まずですね、えー、第186回衆議院内閣委員会第8号、平成26年3月28日、これは2014年ですね。つまり、菅さんが安倍内閣、第2次安倍内閣になって官房長官やってた頃です。ここにですね、 ちゃんとと発言として出て出おります。アンジュンコンの話、ねうん、でこれはですね伊藤博文をねまあ撃った、ね、それは日本にとっては犯罪者でありますからこの犯罪者に対して韓国と中国は連携してまあ安純君記念館っていうのをね作ろうとしてたこうした動きを展開することがこの地域と平和と協力の構築に資するものではないとかっていうふうに言ってですね、えー、かなり批判をしてるわけですよだから少なくとも伊藤博文が安淳君に撃たれたということは知ってるはずです でさらに、うん、菅さんが首相になったときに、この日韓関係で、安ンジに対して、この、まあ、かなり批判的にこう言っていた人が首相になったということは、日韓関係に対して問題が起きるのではないかということで、えー、2020年の段階でかなり批判をされて、答えたりもしてるんですよね。だから、さすがに知らないってことはないんじゃないかなーって思うん。 あの活字の羅列としては知ってるけど何をした人かっていうのは知らないんじゃんえっと伊藤博美が安順婚に打たれて亡くなった、えー、っていう知識を知っていて単語を知っていて山形有朋が伊藤博文ね、えー、に打たれた時に歌った歌がありますたんだ歌がありますねええー この時伊藤あの山形有朋はどういう思いで歌ったのでしょうか?えー「述べよ」ってこれ高校の入試ぐらいで十分通用する簡単な問題なような気がするんですけどうんうんそれでも菅さんは知らなかったっ忙しいからさ <laughs> 忙しいからまあねでも知ってるよ俺だってたくさん本読んでるけどさあのもう読書の価値なんか後ろへさえいかない正直こんなもんっすよなんがね こんなもんすよ。<の>朝日新聞も読売新聞も産経新聞もまあ一新聞もテレ朝もね。どこもかしこもこういう風に追求したとかな,んかないんすよ。すげえ、せんげなんかぽいこと言った。情に言ったら。おうお、なんじゃ、冗談。この程度でいいんでしょ。お前、読書の悪夢なんかな流行ってんだよ。哲学とか古典とか読んでました。ああ、もう意味ないんだ。私は詰めましたよ。今回。もいやいやまあ。それは冗談で、ある程度はもちろん読んではいるだろうが。<laughs> あ、冗談だったんだ。 間、うん、に受けてしまいました。いや逆に本当読んでなかったら怖いから,ないからね。でね、百万ポイズって菅義偉さんお忙しいです。ね。で、えー、かつまあ安倍さんというですね、格好の駒をです。あ、間違えた。えっとか最大の友人を失った、えー、菅さんとしてはですね、まあ失意のどん底にあってですね。 いろいろ思うところもあり読んでいたことを忘れるそういうことも私あると思うんですよ本間さん人間ですから、うん、ではですね、えー、今回、えー、菅さんがね追悼の文章を述べたわけじゃないですか NHK で見たら11分ありましたよおなんかねに、なんだっけネットサイトだと8分とかるまあそんなもんですよね、うん、そんなもんですよねじゃあ、えー、今回の 菅さんのこの文章、<何>追悼の文章、岸田さんとどっちのほうが目立ってましたか。岸田さんの言葉って覚えてますか、本間さん。誰も覚えてないんえてないでしょう。ちゃんとしってたんですよ、岸田さんは。なんだっけ、えっと、な、え、ん、っとえっと、だっけ、なんか偉いとかなんとか <laughs> なんかそんなもんです、はい。はい いやーあれもさ、うん、なんかほら NHK とかテレ朝は特番でずっとやってたじゃん、うん、もうだけどさあんなの3時間とか見てたら苦痛だよ、ね、でもねあの<お>皆さん菅さんのですね言葉があまりにも <11? S 1> あのフォーカスされておりますがちゃんと岸田さんもしゃべってたんですよ。なんかいどっかのあのあ なんか本か本ら引いたえー、正直に言っていいでしょうか全く印象に残ってないので分かなです <laughs> どっからか引いてないのえー、見てもいないので分からない、うんうん、でですねじゃあ菅さんの方がねこれ明らかにあの目立ってるじゃないですかそう、ね、友人代表、うん、で8分なのか1一分なのか分かんないけど喋ったわけですよね で、それをですね、菅さんが忙しくて忘れていたとしましょう、文章の内容を。でも、この一応、国葬、嘘そパチとはいえ、国葬のタイミングでですよ、菅義偉さんが、ああ、大丈夫、大丈夫、俺、ちょっと喋るからって言って、この追悼の文章を読むけど、あー、まあ、もう何もチェックしなくていい、チェックしなくていい。そういうことありえますうーん、まあ、ないかな、普通。そうですよね。 えー、菅義偉さんはですね文章をですねきちんとねあの覚えていてですねもうペラペラ喋るそういう方でしょうか <laughs> 違いますよね私覚えてますよ菅義偉さんがですね2021年ね広島で開かれた平和式典の挨拶の時にですね原稿一部読み飛ばしちゃったあったねあったでしょうそ,そんなことあったなでしかもその理由がですね 原稿にノリが張り付いていててたたかかかららなかったっていうだからそう,だよそうだよでしょだから今回はノリじゃなくてホッチキスで止まってたと思いますちゃん,うんだからもう官僚たちは菅さんが何かちょっと大丈夫かちょっとちゃんと一個一個チェックするわけですょとチク,チクでノリじゃなくてホッチキスだなうんうんっていうふうになんだったら巻物にするかっていうふうにやってたはずですよ。そうね。そうするとですね 原稿チェックした官僚も含めてですね全部読んでなかったってことになるんですようーんやっぱり読んでないんだあそうするとですね内閣総理大臣にやってた菅さんそして官僚も含めて全員教養がない、うん、まあいいんだよもうちょ子どさん,なん、ま、もう皆さんなも,うもうこんなもんじゃんもう 教養の価値だってね、もう牛の餌、いかですよ、読書なんかしても無駄なんだ、畜生っていうふうに国家は思いましたよ。<laughs> <laughs> それでなんだっけ、その,の、正確に言うと、伊藤という人間はどこまでも幸運な人間だった、師匠を得た点、はい、においては、自分は無人として羨ましく思うとも十回した。 そこの部分ってさ、うん、つまりあれでしょ、あのー、いわゆるこの幕末から明治にかけて、はい、ねその長州の人々、うん、吉田松陰から始まるねあの流れの中でみんなこう伊藤って一番若かったんだよねそんなでみんなバタバタしあの亡くなっていって、うん、ねで坂本龍馬も結局はやられちまって、うん、で結 結局一番最後まで残った伊藤とか山形が、まあ、元君になったわけだそういう意味だよねそこねはいこのえっと運がいいっていうのはさ伊藤も何回もやっぱりこう七に立ったりしたわけで、うん、でもそれでも生き残っていた、うん、であれだよね、あのー、その韓国総督になったも、うんさ 結局、その誰か適当ななんか軍人とかに任せると、うん、任せるよりも、うん、やはり明治の元勲であった伊藤が直接出向いて総督をやった方が、うん、そのか韓国のあの民衆も納得してくれんじゃねえかって思いで出かけてったんですよ。で、<laughs> その人が、まあ、やられちまった。うん、だからまああ,あいうさ なんていうの明治のこのあの江戸,江戸末期から明治のこのまあ殺伐とした中で、うん、まあだから山形なんかもねまあ一応陸軍のさ元締めってことになってるから、はい、まあどっか戦場でやられたいななんて思ってたっていうのもあるんだろうけどうん,、うん、うんでもそれが安倍に通じる話かっていうと全然そうじゃないと思うけどね。 全然通じない。ねうん。だからやっぱりさ、まあ、あなんかこれ、なんかこの歌だけいいなっ歌だけいい。教養、教養の価値とはどこへ行ってしまったんですか、おばさん。<laughs> 読書番組ったですよ、うち。<laughs> 誰か秘書は拾ってきたのよなんかこの、翼、この歌いいと思うんですよね。え、これ何、前後どういうのいや、前後は別にどうでもいいと思うんですよね。 <laughs> 勘弁してよ <laughs> ちなみにこの本の中でですね伊藤伊藤じゃねえあのこの山形の国葬ね、えー、まず、えー、葬儀これはですね国葬をもって執り行われたというふうにこう言われてるんですよね。うんえー、山形有朋がお亡くなりになったのはですね1922年の2月1日なんですけども2月9日、えー、葬儀は国葬をもって日比谷公園で執り行われたというふうに書いているんですよね。 で、えー、当日午前10時品川沖に、まあ、いる軍艦から19発の長砲が轟くとともに文部の高官の参列のもと葬儀が挙行されたしかし不参加の数はは相当に多く、城内は寂しかった。これにより約1ヶ月大隈重信が、まあ、亡くなったがその時は、えー、同じこの日比谷公園でいわゆる国民葬が行われて雑音盛大を極めた。 これは大熊が当時民衆政治家と称さられて世間一般の人々にもある種の人気があったことの表れであった。うん、で、まあ、あのー、山形有朋のね、えー、国葬の翌日、東京日日新聞は、うん、大熊公は国民葬、昨日は民抜きの国葬で、握者の中は我らん道の寂しさと報じた。悪者というのはですね、このお葬式の時のこの、ほら、えーとうん、公っとか受け取る時のこの、あるじゃないですか。あれ,、ねあれ あそこはガラガラで寂しいな。大熊さんとはえい近いやが。あ、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 みたいなか。かそういうふうにこう書かれてるんですよ。うん、何これ。めちゃくちゃ批判してるよ。ね。うん。まあ、その頃はまだ全然書けるからね。そうよ。うん。で、えー、文と部と文の大粒なところと、軍人の群れで、国葬らしい気分は少しもせず、全く感想か軍曹の趣がある。 また、諸、うん、新聞は次のように報じている。山形の棺ぎが一旦安置されていた麹町永田町の大蔵大臣を官邸を出て日比谷公園の葬儀に向かう途中、途中ね、沿道に長期旗です。旗はね、掲げた家は少なく掲げてあるとかえって目につくくらいであった。また、国葬というのに民衆の中に喪傷をつけているものはほとんどいなかった。うん うーんと大隈 <laughs> 重信のあのえー、なんか打たれた時の歌とかあ大久保利通の時の歌とかなんかそういうのを引っ張ってきた方が良かったんじゃなんかなって思うんですけど誰か言ってるだろう誰かなんかあれで終わったんじゃないですかあのあれだったんですかなんだっけ<ん>あれ 私のお墓の前で泣かないでくださいそれは歌う歌でもソングの方ですよね <laughs> どっちかっていうと <laughs> それぐらいでちょうどよかったんじゃい, <laughs> いやあのそれはあのー、ちょっと風情があの線の風になってですよねあ,あそうだんですうん いやーどうせ強要なないいんだからその程度にカラオケな感じでさいやまあそれはある意味「千の風になって」の歌がかわいそうなあの例えな気がしますけど「はやぶささんがかわいそうんじゃないかな」というふうにあそっか、はい、勝手に使われてこうな <laughs> 勝手になんかあの比較されるのはそのそのそれってあのだってそれ歌謡曲じゃないですか <laughs> ね人が亡くなった時に歌うまあいわばソングとポエムを比べてですね えー、いうのもちょっと問題かと思いますそうかはい。なんかほらなんかちょうどいいレベルを探してるとそれぐらいあえ <laughs> えー、なんかこれ以上地雷を踏まないようにちょっと本の紹介に移りたいと思うんですけども <laughs>、えー、山形有朋、ねえー、これはですね、えー、彼の支配の基礎は民衆にはなかったその晩年において、うん、宮中にまた水密院に事故の系統の人々を付知してまあ、配置してね 勢力の維持に努めた事実もまた実に一面においてそのことを証拠立てるものに他かならない、まあ、要するに山形有朋っていうのはですね民衆に選ばれた政治家じゃなくって自分のコネのとかあるいは勢いとかで,でしかもそれで支配してた人でしょ民衆は彼にとっては単なる支配の客体に過ぎずしたがって彼の権力一志は支配機構を掌握することで集中されただから彼は民衆から あの見放されてお葬式の時も山形有友は見放されたんだというそういうふうに書かれている本の中の一節を取ってですねいい <laughs> いいのの菅さんそれともわざとですかこれはわざとだったらですね菅さん安倍さんのこと相当嫌いだったんだって感じがするんですけど。 どうなんだろうね。そこまでちゃんとさ、うん、ちゃんとそこまで読んあの深読みしている社説とかないのよ。でチェックいたしました。私 <laughs> 一つもありません。<laughs> 大丈夫か日本の新聞は。それどこそれどころか読売新聞がヤバかったよ。うん読売新聞はですね、えー、国葬に関してですねあの昨日の15時に 国葬で菅氏の弔辞、山形有もに込めた思い、安倍氏に憧れた菅氏、菅氏を羨んだ安倍氏というですね、えー、中に最後にですね、いいですか、編集委員の伊藤さんという方がですね、こういうふうにう書いてあります、最後の段落で。弔辞の最後で菅氏は安倍氏が読みかけだった、あ本にあった山形氏の盟友、伊藤博文を忍ぶ歌を、私自身の思いでよく読んだ一首として紹介した。 語り合して、尽くしし人は先立ちぬ今のより後の世をいかにせむ。山形は同じ長州の伊藤より3歳年上で伊藤の2代後の首相を務めた。菅氏は衆議院議員になったのは安倍氏より一期遅かったが、年は6歳上で安倍氏の後に首相を務めた。自分よりも若い友に先立たれた悲しみが菅氏の調子にあふれていた。編集委員読売新聞伊藤。大丈夫かお前。 書物かお前 <laughs> ちょっとああ,あってちょっとあのえっとネット部員が書いた文章なんだったらまだあのいいんですよいいんですけどちょっとあの新聞社でその方を書いて本が紹介されてるって言うんだったら <laughs> お前読んで読めよそんな投げ文章じゃねえんだからさ衝撃を受けましたじゃあしかもね別に。 そいつそいつっていうか編集員だからさ、うん、別にあの菅さんにそのこれを読んだ思いはとか特にさ何も聞いてないわけじゃんお<い>何も聞いてない何も取材してないのに、うんかまるで菅の心が全部わかるみたいに書いてるっていうキモい何者キモい一言で言ってキモい,い えー、それでは最後にですね、えー、政治家の方々で素晴らしい発言をされている人々があのいるのでこの発言についていきますトップバッター三原純子さん <laughs> 菅先生の調子には涙をこらえきれなかったまるで恋文菅先生らしい温かいお気持ちが流れておりましたちょろすぎる <laughs> そういう中だったの恋文ってのは 菅さんと安部さんあんなに長く二人三脚でやっていてそして打たれたら菅さんが駆けつけたのはまさかの BL 展開そ,<っ> <laughs> それを三浦ずんこがばらしちゃったこれはアウンティングという大変恐ろしい問題をはらんでおりますのでねよろしくないですよ三原さんそういうことやっちゃうね,ねはいいや三浦も、うん、ずんこも、うん、あの それに気づかずにやっちゃってる。お今日よ。それでは二番バッター。まずあの三原淳子でワンワンアウトですよ。うん、えー、次、世耕参議院議員幹事長。 今、国葬の会場を後にしました。有志の安倍さんの映像、岸田総理、菅前総理の長辞に涙しました。菅前総理が引用された山形有朋公が伊藤博文公を偲んだ歌、語り合いて、くしし人は先立ちぬ、今より後の世をいかにせむが、心に染みました。私も同じ気持ちです。もうなんかね、桜井してるよ。チャットと本読んだら、お前、どれだけ桜井してる、恥ずかしいこと言ってんか、分かってんのかっていう。これ。<laughs> 間違いなくそれ読んでないからねえ、え、世耕さんツーアウトでございます。それでは最後、もうここをアウトしてしまったら、ダメですよ。もう自民党3アウトですよ。いきます。昨日も取り上げました、細野豪志さんでございます。うわ、たなぁ、<laughs> 民主党の時に大臣をやったのに自民党に尻尾を踏んだ細野豪志様でございます。はい。読みます。国葬儀で喧嘩を終えて会場を出た。 伊藤博文を失った山形有朋が読んだ歌を弔辞の最後で引用した菅義偉前総理の言葉が強烈な印象を残したまあこれだけだったら強烈一体どういう風にね強烈な印象を受けたのかちょっと読んでみましょうか続き,あ続きあるはい語り合して美しい人は先立ちぬ今より後の世をいかにせむ菅前総理の万感の思いがこもった弔辞に自然と拍手が沸き起こった というわけで。そ,そうはい。らしいですよ。万感の拍手を巻き起こってないけどね。俺、NHK で見たけど。うん、なんか、聞こえたかなぐらいの。と、うん、いうわけで、スリーアウトでした。というわけで、私はですね、今回、非常にマスコミ、官僚、政治家の教養のなさ、これに関してですね、読書番組として、 もう危機を覚えましたよもう、ね、山口かおい少なくとも政権中枢にいる人たちなんだからさ、うん、もうちょっとなんとかしてよっていう感じはあるわなしかもさ山形有朋ってさあの山口県阿武町ですよ4630万よってことい地元の政治家だろ自民党の 大事な人のご先祖様じゃねえかその人が打たれてさ、亡くなったときに読んだ歌ぐらいはお前、ちゃんと勉強しとけよ、えー、というわけで、えー、安倍さん死してなおですね、えー、ここまで苔にされるというですね、生網脱。な生網脱。もうかわいそうになってきた。苔にされる。<laughs> あ、まああまだけどこの本をその本は阿部が読みかけだった読みってだとになってんのでそれを菅さんがたまたま見かけてマーカーが引いてあった部分がさっきの歌の部分だったっていうことなんですよ。そんなな難しいい本安倍は読めないと思うけどはいというわけで私はですねここに「捏造疑惑」を出したいと思います。うん だから要するに菅さんがこの本だっていうことにして熱つ造でこれ喋ってんじゃねえかっていうふうに思いますよ。うん、でもし文脈も全部分かった上で紹介してるんだったら菅さんのものもすごい嫌な嫌ながらせ、うん、これね明治時代だったらこういうふうにメッセージを発してねあ菅さんねああいう文章を言ってるってことは本心は阿部に対してこの野郎と思ってるんだってことは 自民党ををるる覚悟あるいは新しい派閥を作るんですねっていうので官僚とか政治家が「私も読みましたよこの本」とかって言って結集するってのはあるんですけど多分まあそういうものもないぐらいもう読書の価値は牛の餌以下になってるのではないかなという,うに <laughs> とても悲しいというはいえー、うちの読書番組だったんであそこまで話題になった本はすぐ読んで紹介しなければダメだなと思って読んだら想像以上にひどかったっていうご報告でございました。 素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。はい、素晴らしい。全くどしかたい読書量でございます。ということで、えー、おまさん、お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございます。はい、今日も読書。もう本当、今日も読書だよ。<laughs> 読んでよ。中枢にいる人は。<laughs> はい、じゃあねー。 本間さんのオリンピックのね滞在っていういい本を読んだらねいいと思うよ特にマスコミ関係の人逮捕されないようになるよじゃあねどうもどうもはい今日もありがとうございます電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですねで本も広告がされません皆様のカンパがないと続けていくことができません今日も読書と本間さんと言いたいのでぜひ本間さんの本を買ったりカンパよろしくお願いします 現金もクレジットカードもどっちも対応してます。よろしく今日もダクションそれでは